南都市福野駅すぐそばにある和牛焼肉の専門店花牛。オーナー花島健介さんの実家は創業100年を超える老舗花島精肉,店肉のプロフェッショナルが営む人気の焼肉店ですお肉って自由水っていう余分な水分。 結構含んでるんででるすあえて真空状態にして抜いてやることでうまみがぐっと凝縮されて肉本来の味が出てくるんですそんな肉に真剣な焼肉店花牛の知る人ぞ知るメニューが花牛すじがゴロゴロ入った自家製 花牛カレー焼肉店ならではのこのボリュームやっぱり塊で仕入れるんで筋っていうのはかなりの量出るんです皆さんにたくさん召し上がっていただけるものできないかなと思った時にカレーだと思ってえ柔らか <laughs> とろっとろ舌で押しつぶせるぐらいに 柔らかいステーキの大きさぐらいある筋筋を取る時になるべく小さくならないようにカレーに入れることも想定して召し上がった方が最後に <laughs> あお肉食べたなっていう感じになってもらえたらいいなと思って日によってはここに牛タンも加わるという贅沢な花牛カレーでも注目すべきは肉のうまさだけではありません これはこんなにこくのあるカレー食べたことないかもしれない一口食べてわかるルーのこく深さそれもそのはず筋だとかあの一度焼くんですけど、はい、焼いてから2種類味付け変えて一つは、えー、醤油ベースの和風な味付けで煮込んだものでもう一つは ブーケガルニを使って、えー、洋風に煮込んだもの、そのスープを最終的にはあのカレーのあの水分としてあのルーに加えていく。えー、100%ビーフカレー。カレー仕上げるときにちょっと水分足りないなと思うときにはテールスープをく、えー、加えて調整するんです。はい。ご承知確認ですけど、カレー屋さんじゃないですよ、ね、<laughs> カレーは好きです。大好きです。<laughs> そう、焼肉店なのに。

花牛カレーだそう。これには奥さんも。うちは何やって思いますけど。そうですね。奥さん確認ですけど、カレー屋さんではないはずなんですけどね。ないはずなんですけどね。仕込み中はなんかすごくカレーの匂いしてます。営業時間外ですけど。でも美味しいカレーなので、まあ本人がしたいようにまずいくものが作れればそれでいいかなと思ってます。この後も。 オーナーのカレー愛は溢れ続けていました。カレーの話止まらないですね。すね長いですが、大丈夫ですか。<laughs>